皆さんこんにちは。こんにちは。先日ですね、デウスエクスマキナ降臨の時に発表されました、新覚醒モンスター、アマテラス、ツクヨミ、ヨミですね。私2体とも持っておりまして、ヨミも、ヨミいいですよ。カイトパにいいよね。カイトパの木枠がもう決まりましたね。木枠決まったね。決まりましたね。もうなんかアーミルがいいとか、あとはアスモゼウス、アスモデウスがいいとか、はい、いろんな話あったと思うんですけど、例えばアーミルはステータスがベースとしてやっぱ低いよね。そこが覚醒読みはもう抜群だね。進化したいと思います。ドンってきましたね。ドンってきました。素材頑張りました。おお、まずアマテラス。おお、僕ね、あのアマテラスもカイトパにいいかなって思ったんです。わかるわかる。木枠、うん。でちょっとね、スキル先出ししちゃいます。これ先出しておかしいけど、あのですね、これすごい悩みますね。これは感知の光が私ヤタガラスで10まで来たんですよ、はいはいはい、これね、ヤタガラスで10まで来たってすごくない？前回はねこれ、しかもあと1でスキル間なんだ、まあ、これはこれで取っておきたい。ただまあ2体いないんでって言ってるのはですね、覚醒すると覚醒アマテラスオオカミスキル変わります。そうですね、神座の光明、神座の光明、神座かな、こちら最大 HP の、40% 分が回復される。でバインド状態が4ターン、これもほぼバインド解けるでしょう。4ターンですよ、バインド回復で。自分以外の味方のスキルが1ターン溜まるヘイストがついていて、最大が8ターン。これ光メタトロンのクイックキュアとかもさ、なんかこれを前にしちゃうとさ、なんか胸が苦しいってなるよねなりますね。しかもあの回復力に依存してたんですけど、今までの回復って、あーそうだ、 HP なんで、そうだ、相当回復しますよねこれ。そうだね。でリーダースキルもかっこいいです。これリーダースキルやばいっすね。 HP に応じて回復タイプの攻撃力が上昇、ドロップを消した時に攻撃回復力かける10倍の HP を回復、はい、これやばいよ。これあの僕見ました、闘技場、はいはいはい、アマテラスアマテラスでクリアしてるのを見ました。マジ？これさ何倍なの HP に応じてっていう、これ確かマックスで4倍だったと気がしますけどね。すげえ。で食らっちゃったら3倍だったような、そんなことを放送で言ってたよ。なるほどね、なるほどね、覚えてないの。闘技場はもうこれ最後まで行っちゃったら、もう毎ターン、その毎ターン攻撃を食らえる敵であれば、もうアマテラスアマテラス2万ぐらい回復するんで、いやー絶対死なんないっすよすごすぎる、これやばいっすよ。がアマテラスでもう覚醒スキルを見てもやばい。バインド回復でしょ、バインド耐性2つで 100% バインド弾くでしょ、スキブ2つでしょ、2ウェイ1つでしょ、スキル封印2つでしょ。何この序盤中盤終盤隙のない感じこれやばいっすね。もうね覚醒させます、捨てます、命捨てます。これスペックです。特段マミルトンさんのリアクションはないけどあ、いっちゃったおーすげー、派手になりましたね。惚れ惚れすんな、これやばいぞ。でスキルレベルが1になっちゃった。ああどこですかアマテラさん。上の方ですかね。じゃあこれ光変わりだね。あ、いた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 。もうねこの後タマドラとピーク合わせます。いやこれはすごいな。で、あ、そう、神がね、なくなるんですよ。神なくなりましたね。だけどね、ラードラーのサブで使いたいですね、神なくなったといえ。で、この子ですよ。チェンズ・オブ・ワールド、マックスじゃないですか。つらい。あれ？まあ、分かってたんですけど。あのですね。はい。いない。あ、いない。お持ちでない。これ、どこで取れるの？これはですね、今。公認カーニバルで取れると思いきや取れない、あそこにはいない。言いましょう、どこで取れるの？ヤマトラッシュです。あ、ヤマトラッシュコインダンジョン
あ、コインダンジョンでしたかね。あ、もういないかな。え、ヤマトラッシュコインにいますね。ちょっと 見ますね。僕ヤマトラッシュしか取れないってあのツイッターで 見ましたよ。おお、ありますね、ヤマトラッシュ。でもヤマトラッシュ買ったとしてもあの光イザナミと闇イザナミのランダムですから、そこですね。まあそう、近日来るんじゃないで戻ってきたんですけど、待ちますか。あー、待ちたくね、欲しい。これですよ。やばいよ、やばい、強すぎるよ。リーダースキルもやばい、スキルもやばい、覚醒もやばい、闇キーやばい、ね、いろいろやばいところあるんですけど、やっぱスキルがやばいですね。全ドル強、ちょっとやりすぎ感ありますね。ぶっちゃけ何でもいいんだよね。いや、もう回復ドロップもなんで、だからこれ使った後に、これ使った後に何か変換とかしても、その色全部、まあまあ使った変換した後でもいいんですけど、かつあのこいつさえいれば盤面一色にできたら全部陣できる、あの花火できるよね、はい、花火って大体大バカ力じゃないですか、はい、別に一体ぐらい色違っててもいいよね、はい、あ、そうですね。あ、なるほど、もう無条件ドロキョ要因。何も考えなくていい。なるほどね。あ、もう水のパ、水パのサブ、水パのサブに入ってて、最後花火、水で花火する時も別にこいつが攻撃しなくても、ぶっちゃけ何も、何でもいいですね。花火の火力だったら別に一人いなくても関係ない。恐ろしい、これね、本当に恐ろしい。つくよみは強いですよ。しかもドロキョが3つなんでね、操作時間延長3つやです、はい、でこれとだからあのゼログインフィニティ、もうそれだけで 100% ですからね。もう相当強いです、ね、一体どんだけドロップを強化したいんだって話ですよ。やばいです。あの今回両方とも私すっげードキドキしてて、ちょっと両方ともですね、今度リーダーとして使いたいと思ってますので、皆様何卒よろしくお願いいたします。今回は、非常にあさりちょっと終わってしまうんですけれども、これつくよみと、あ、つくよみは進化してなかった、アマテラスオオカミの覚醒と、つくよみの覚醒一歩手前でございました。これつくよみ、つくよみでやったら7秒パズルですか。2人いるだけで7秒パズルやな。ちなみに操作時間延長3つ持ってるのは、あのガチャのミニルシファーとこいつだけです、はい、2体だけです今操作時間延長3つ持ってるのは。7秒パズル、やばい、やばい。つくよみ大出世どころじゃない。てかリーダースキルも強え、ほんと強え。でも高い。HP 4000オーバーとか。いや、HP 4000オーバーやばいですね。やばい。相当強いですよ。本日は以上です。はい、さよなら。ニューヨークがやられてる。大変だ。シンガポールが。何が起こったんだ。これは凶悪なコンピューターウイルスの仕業です。なんだと？やばい。地球全体に広がっていくぞ。映画みたいにヒーローが助けてくんねえかな。アクセーリア、俺に任せろ。主演マックス村井、人工知能にはインストール完了、マミルト、マックス頑張って、歌う生徒会長のスプリングマオ、そして野郎ども、俺に任せろ。全力で悪に立ち向かい、地球を救え。マックス・ザ・ムービー、赤いサイバーロード。ついに映画化ということで、私たちは皆様と一緒にこの映画を完成させたいと考えています。この映画は完成後このチャンネルで無償公開する予定です。明確なビジネスモデルはありません。インターネットの動画に対して今私たちがどこまでできるのかという挑戦です。私たちはこの映画という挑戦に2000万円の予算と人材を投下する予定です。ですがそれではまだ足りない。もっとこの映画を私たちの想像を超えるものに仕上げたい。そのために皆様の支援を求めています。
今回、日本ではまだまだマイナーですが、クラウドファンディングという仕組みを使って皆様からの支援を受けたく考えています。支援するにはこの動画の概要欄のリンクから専用ページに飛んでください。支援いただいた皆様には映画への出演、先行試写会や実際の撮影現場への招待、グッズのプレゼントなど様々な特典を準備しています。一緒に映画を作りましょう。よろしくお願いします。